はい、オルガンライフです。皆さんの家、暗いところってないですかね。まあ暗いところあればライトつければいいだろう。まあ確かにそうだけど、つけれない理由って一つあります。まず賃貸ですね。賃貸物件、何か加工なんかしたら後でお金取られますよ。たとえそれがいい方向でも、現状復帰ということでお金取られる。ここ大家さんとか不動産屋さんずるいんですよね。結局現状直さずに、住んでた人が改造したまんま次の人に渡す。しかもいいのついてますよって言うんですよね。だから賃貸物件、絶対に加工したくないんですよね。まああと持ち家だとしても穴開けるの嫌じゃないですか。だから加工嫌なんですよ。そういう時に便利なもの、アバンテックから提供を受けたこのセンサーライト、こちらいいところいっぱいありますね。まず一つ、固定する部分、これだけですね。これ、まあ穴開け必要ですけど、まあ目立たない部分につけてください。キャビネットとかの上とか。まあ目立たないところ。まああと外した時、穴を塞ぐようなものありますからね。だからこのぐらいだったら目立たないですよ。まああとは両面テープで貼り付けるとかね。そしてこれを取り付ける。マグネット式ですので、ある程度触れますね。奥を照らしたい、手前を照らしたい、中央。ただこうすると、センサーの位置が変わっちゃうんじゃないか。これセンサーの位置、独立して調整できます。可動範囲180度。結構広いですね。例えばセンサーだけをこっちに向けとく。センサーに反応すると下が照らされる。これうまく調整すれば、光らせたい時だけ光らせる。それによって省エネできますからね。それ点灯、常時点灯とセンサー点灯、両方選びます。常時点灯にするとずっとつきます。センサー点灯にすると、暗い時に人を感知するとつきます。まあ正確には人というより動くもの。ペットとかにも反応しちゃいますね。まあだったら人に反応するって言っちゃいけないだろう。と言っても、人感センサーでよく使われるじゃないですか。だからもう右に習いということで、人感センサー。基本人に反応。でも動くものにも反応しちゃうよって。最後の利点。これ、電池が使えるところです。充電式じゃなくて電池。こういう配線不要のライト、充電式より電池の方が嬉しいんですよね。充電式、充電するとき外して持ってかないといけない。これを外すと、結局どっか行っちゃう。というところがあるんだけど、これだったら、まあ、電池持ってきて、交換すればいい。単三電池3つですね。あ、あともう一つ忘れした。これ、乾電池も当然使いますけど、充電式の電池も使います。だから経済的ですね。まあ、あとは緊急時。外して懐中電灯にもできる。明かりを持ち出せますね。だから非常用としても使える。普段は靴箱とかロッカーとか、あとタンス、クローゼット、押し入れ。あと暗い廊下。いろいろなところに取り付けておいてください。あと単体に持っていけば出先でも使えるかな。これ置いとけば、ちょっと暗いところ通るとき、光りますからね。設置が楽でいろいろな場所で使えて、しかもセンサー式だから省エネ。普段はついてないから眩しくない。いろいろいいことがあるセンサーライト。ぜひ使ってみてください。ということで、バイバイ。